私は、はい、たくさんいらっしゃいました。ありがとうございます。本日は新製品体感フェアオリンパスフォトフェスタ2011にお越しくださいまして誠にありがとうございます。それではステージに先立ちまして新製品 EP3 のご紹介を私の方からさせていただきます。カメラに求められる全てがこの1台に。ついにペン第3世代へ。さらに進化を遂げたフラッグシップ機のオリンパスペン EP3 の登場です。オリンパスペン EP3 はファーストオートフォーカスシステムにより世界最速のオートフォーカスを実現。オリンパスが誇る最新のテクノロジーを駆使してさらなる高画質高性能を目指し実現いたしました。撮りたい気持ちに瞬時に応える世界最速のオートフォーカス。今まで味わったことのないスピードでピントが合わせられるはずです。あなたの心が動いた一瞬をもう逃すことはできません。従来とのオートフォーカスのスピードは約3倍。瞬時のうちに撮りたいシーンを捉えます。進化は美しい写真を撮ることだけにとどまりません。もっと簡単に、もっと自由に、一眼の機能を使いこなせたら。そんな思いに応えるために EP3 では 3.0 型の大型有機 EL タッチパネルモニターを搭載いたしました。操作はより直感的で快適。ピントを合わせる位置を選ぶときや撮った写真をみんなで見るとき、指先一つでカメラを思いのままに操れます。使いやすさと見やすさにとことんこだわったオリンパスペン EP3 は使い始めたその日からあなたの手に馴染んでくれることでしょう。そしてただ撮るだけでは物足りない、写真を素敵な表現で楽しみたい、そんな人のためのアートフィルターをさらに進化させました。新製品オリンパスペン EP3 ではこれまでの10種類のアートフィルターを全て搭載し、アートエフェクト機能も充実させました。直感的に効果を組み合わせるだけであなたの写真の表現を広げてくれます。シンプルで上質、さらに使いやすくて高性能、いいカメラを持つ、いい写真を撮る、そんな気持ちに応えてくれる新しいペン、オリンパスペン EP3。 本日世界最速のオートフォーカスをオリンパスペン EP3 でぜひ体験していただきたいと思います。今までに味わったことのないスピードでピントが合わせられるはずです。本日皆様広報のタッチ&トライコーナーにて実際にお試しいただけます。ぜひこの機会にお手に取ってご覧ください。それではお待たせいたしました。これよりデジタルペン2年の歩みと未来と題しまして写真家斉藤浩一郎さんとペン開発者とのトークライブをお楽しみいただきたいと思います。それでは早速ご登場いただきましょう。日本大学芸術学部写真学科卒業、広告写真スタジオ勤務の後独立、現在人物料理写真を中心といたしまして広告写真雑誌新聞などでご活躍されていらっしゃいます、オリンパス随行デジタルアカデミー講師斉藤浩一郎さんです。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。ありがとうございます。そして続きましてペン開発者でありますオリンパスイメージング株式会社マーケティング本部商品戦略部部長杉田幸彦です。おはようございます。ありがとうございます。そして同じくマーケティング本部デザインセンター田中大輔です。よろしくお願いします。それでは斉藤さん、杉田さん、田中さん、よろしくお願いいたします。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあかけさせていただいて、失礼します。いつもですね、新製品の発表会のタイミングででは開発の方がプレゼンテーションを、こんなことができました、あんなことができました、技術的にこうです、どうでしょうっていうような話を、まあ、割とこう一方的な話で、進めるような、ものをこれまでやってまいりまして、で今回はまたペンというあの、まあ、柔らかいって言いますかね、まあ、フレンドリーなカメラですんで、僕のようなこう、まあ、使う側の立場から、あ、じゃあ今度のはどうなんでしょうっていうところをちょっとこう、まあ、愛の手を入れながら、
もちろんあの見ていただくのは技術的な資料を見ていただくんですが、まあ使う側皆さんの立場みたいなところから僕がいろんな話を伺っていこうというようなプレゼンテーションを、技術的なところと合わせてさせていただきたいと思います。ではじゃあ杉田さん谷中さんよろしくお願いします。始めてまいります。はい、第3世代の新しいペンということになりました。まずは第1世代、持っておられる方も首から下げておられる方もおられます。この辺からじゃあ始めてまいりましょうかね。はい、はい、50年の時を経てということですが、はい、じゃあ杉田さん、50年間を空けて新しくここを起こしてきた第一世代どうだったですか。まあ、最初にこのペンという名前をつけるつもりではなくて、最初にその、まあ、ミラーレスという企画を我々、やりまして、でそれを、どういう製品に仕上げていくかという形で、まあ、谷中もそうなんですけど、いろんなデザインとかいろんな考えられるタイプを作って、で最終的に僕らがたどり着いたのがやはり初代のペン、50年前になりますけど、50年前のペンの誰もが簡単に高画質を使えるようなカメラというところに、たどり着きまして、でペンという冠をかざして、今から2年前になりますけれども、ペンで、登場させていただきました。谷中さんは、はい、その当時のペンっていうものを、まあ、会社に入られて、ご覧にはなられたわけだと思うんですけど、はい、まあ、こう使うようなことはなかったですよね。別にこう世代が違うので。家族が持っておりまして。あ、そうですか。はい、私初めて人生初めてシャッターが切ったのが父親から借りたペンだったっていう、そういう思い出もあります。そんなところもちょっと運命的なところはあるんですね。はい、そうですね。なので、非常に感慨深いものがあります。まあ、企画として、杉田さんは、まあ、ペンをこう取りまとめる、まあ、一番上からこう、はい全体を見渡してこう取りまとめる方なわけですけど、こういう、まあ、新しいそのペンっていうものをその、まあ、生み出すことになった今ちょっと、まあ、いくらかこう話をしていただきましたけど、いや本当はこういうところでもなかったかもしれないどうなんですかね。今写真がどんどんそのブログとかインターネットで若い方も、大勢写真を撮れられるようになって、もっとこう簡単にいい写真が撮れるようなカメラを作りたいなっていうところをずっと突き詰めていって、まあ、ペンにたどり着いたんですけれども、うんうん、じゃあそのたどり着いた、はい、じゃあ進化をしたっていうところ、まあはい、第一世代、まあ、皆さんもよく分かってらっしゃるところなので、今日その皆さん今日触りに来られた P3 というようなところにもじゃあ話をちょっと進めてまいりましょう。第二世代は進化をしましたと。ライトという形で、はい、そのまあ、ライブガイドも等を入れながらですね、もう直感的に自分らしい写真が撮れるようなカメラというところで、ペンの、まあ、その、まあ、兄弟機としてライトというシリーズを作ったのが第二世代と、あとそのシステムをですね、あまりこうレンズシステムだけではなくてアダプターとかペンパルとか新しい提案を広がりましたよね。広げていったのが第二世代になります。これ少しデザインが違うっていうようなところではどうなんですかね。そうですね、コンバーターレンズもそうなんですけれども、一貫して写真やカメラに対するその敷居を下げたい、まず触ってもらって、まず使ってもらって、でそこからどうその自分の創造性を発揮してもらえるか、それが手軽にできるかっていうところを、PL シリーズぐらいから始めたんですね。それを形にしたもの。そうですね、親しみやすいということを考えて作っています。さあ、そして新しいものになります。はい、PL1 を導入させていただきまして、その直後にその第3世代のペンという形で、もう第1世代、第2世代、第3世代ってもっとジャンプさせなきゃいけないかなというところをまず目標に置きまして、一旦そのペンで作ってきた第1世代、第2世代作ってきたものを一旦壊して、ゼロからカメラ、ペン、これからどうなっていかなきゃいけないかというところで、特にその中でもうエンジンも新しくし、撮像も新しくして、どういうものを、ご提案できるかというところのプロジェクトを発足したんですね。そのいや全部またゼロからっていうところですけど、ゼロからだったけれども同じ形になったと。そうですね、
延長線 P1 があって P2 があって P3 がある、この延長線上にある考え方は変わらなかったんですけども、それをただ延長しただけではなく、全くゼロから作り直して進化という形を作ったということになりますね。E3 だと E3 からこう E5 に変わったっていう時に、まあ、熟成っていうことなのかなっていうことは思いましたけど、なんかこう新しいものにもうガラッと変わるみたいな、こうなんか期待からするとあれみたいなところもちょっとはこうあったりするところですけど、そこをキープっていうところはどうなんですかね。デザインの見た目はですね、なのでパッと見た目 P1、P2 のお使いの方からするとあまり変わらないと思ってるんですね。でもこれはデザインの一つの狙いでもありまして、ただ使ってもらう、触ってもらった時に、ああ深まってるね、またこれだいぶ進化してるんだねっていうことが実感してもらえるように、おのおの各いろんな部分をですね、本当に積み重ねて進化させています。まあ、触ってくださいっていうところですかね。あ、それとそのもう一個、はい、一つ目の、はい、まあ弊社のですね、随行がちょうど今年75周年になる。で、まあペンは出して、まずその標準的なズームを全部揃えさせていただいたんですけども、その75周年にふさわしいオリンパスらしい、随行らしいレンズも、まあ、一緒に出したいという、この2つの目標でプロジェクトを立ち上げたんですけどね。ちょっとこの1つ目を触れなきゃいけなかったですね。その目標っていうところを、その、まあ、杉田さんがその立てられたわけですね、はい、世界最速 AFISO を12800まで上げると、はい、フル HD、はい、これがだからその、まあ、第三世代っていうか、はい、新しくにその載せる部分の機能として求められることだろうと、はい、まあ、ミラーのタイプも弊社ございますし、ミラーレスのがあるんですけど、そのミラーレスにすることで一番、まあ、大きな弱点と言われてたそのオートフォーカスのスピードというのを超えてこそ次の世代に行けるんじゃないかなというところで、ここに絞ってきたわけですね。その今ちょろっと言われましたけど、ミラーレス、はい、オートフォーカス的にはきついわけですか。そうですね、っていうところみたいですよ。それを超えてこそだと、それを超えてそこをやっぱりこう目隠ししたまま次の世代にも行けない、一番やらなきゃいけないところをとにかく超えてみようと。でその今のそのミラーがあるタイプのオートフォーカスのスピードを超えてこそ初めて大きなジャンプじゃないかなと思います。まあ、最も注力したって言っていいぐらいなところだっていうことですね。はい、じゃあそのいろいろもう進化やらいろいろありますと、で変わること変わらないこと、はい、この辺ってどうですか。毎回毎回やみこもに全部こう変えるんではなくて、まあ、50年前からペンがあったんですけれども、その部分で大切にずっと弊社が、守ってきたもの、お客さんにご愛用いただいたもの、ここはやっぱりちゃんと、変わらずに使っていただきたいし、進化させなきゃいけない、カメラとしてもっと進化させなきゃいけないところをちゃんと変わることで大きくジャンプしようかなという、まあ、今回その変わること変わらないことというテーマで、まあ、デザインは変わらないって言いますかね、その変わらないっていう意思の表れみたいな部分のところなんですかね。そのタイムレスっていう言葉が使われてますけど、はい、その普遍だというような部分のことの表れなんですかね。そうですね、はい、まあ、杉田からというか、まあ、商品の戦略それから企画のところからの話で、我々開発が一丸となってそこに向かっていったというのが、やっぱり上質であること、質がいいものって何でしょうかっていうところをトライしていった結果、その例えばミラーレスでも速い AF、 やっぱりそれを実現するっていうことが上質につながるよねというところで開発も本当に頑張ってくれましたし、デザインもその上質であること、まあ、ここで全然違うデザインを採用してまた違う方向へ行く、でまたその次の世代になってまた違う方向へ行くっていう、それが果たして上質だろうかと。やはりこれ守るべきこととして、ペン F から続くこのラインっていうのをキープして、またそれをさらにいいものにしていこうっていうのが上質につながるんではないかという考え方でした。こう皆さんでちゃんとこう出来上がってるって言いますかね、
ちゃんとこうトップからこうちゃんとこう皆さん全体としてこう伝わっているものがこう握りしめているものが同じなんですね、はい、正直ですね、まあ、またこれからレンズとかの話にもなると思うんですけど、はい、いろんな切り口でこのカメラを見たときにやはり上質っていうキーワードが出てくると思うんですよね。そういった目で見ていただけるといいなと思います。まあ、進化したその、まあ、今回その何が変わったんだっていうところで皆さん見に来ていただいているかと思うんですが、その、まあ、最もそのっていうところではやっぱオートフォーカス、はい、でトゥルピック5、トゥルピック6ですかね、はい、6になります、はい、もたらすその画質の進化とか、はい、まあ、このディスプレイが変わったとかそういうところもじゃあ細かくちょっと見ていけるんですかね、はいはい、じゃあこの辺は特に、まあ、大きな3つとして、はい、先ほど申しました世界最速 F、 最速の F を探してみようというところと、エンジンとセンサーで新しい、今回リアルカラーグラデーションと、あと E5 でやってた処理、それと初めてディスプレイで有機EL を使ったタッチパネルというのを、まあ、3つの技術の柱として進化させていったんですね。はい、そしてじゃあ、まあ、それがそのまま特徴になるんですけど、はい、まあ、ちょっと次行っていただけますか、はい、じゃあすみません、もう一つその、はい、オートフォーカスなんですけど、そのオートフォーカスってその開発、まあ、弊社も何百人も開発がいるんですけど、オートフォーカスのスピードを速めるっていうのは誰か一人努力したんではオートフォーカスって速くならないんですね。そのメカ屋がいたり制御屋がいたりファーム屋がいたり工学屋がいたりって、この全部で同じベクトルに合わせてやらないって進めないと、どっかが遅くなると結局そこが引っ張っちゃうもんですから、その全部がこの世界最速オートフォーカスっていうに向かって、まあ、ここに書いてありますけど、もうイメージャーもたくさん情報を出さなきゃいけないですし、エンジンがそれを処理しなきゃいけない、その処理をこうアルゴで変換してレンズの制御をしてっていう、この全部の道筋を一個のベクトルに合わせて最速 F 出すっていう、その、まあ、一番その聞いてきたところって、まあ、効果的だったっていうところでは、そのまあ、読む速度が上がってきたとかっていうところで、それに合わせて全体を上げてきたということですか。ですからこの3つどれが欠けてもダメなんですね。でどの皆さんのカメラ、どのカメラも速いですが、最高速っていうのはもうこの全部を上げてって、これ以外でもその基盤の状況だったりレスポンスの問題だったりっていうのをありとあらゆるところを全部潰してって、速くするっていうのはやっぱり早く動かすことも重要ですけど、早く止めることも重要だっていうところから、そのまつわる、まあ、そのレーシングカーでいうと、もう最高速のレーシングカーを作るにはやっぱりブレーキとかステアリングとか全部を見直さなきゃいけないんですけど、そういうふうに見直して作ったのが今回の AF になります。こう例えばその、まあ、レリーズしてからそのシャッターが切れるまでとかっていうようなところもそういうことなわけですかね、はいはい、機械的な部分っていうところですかね。じゃあ進めてみましょう。このくらい違うと、ちょっと、まあ、計測をしたというようなところではこれってどうでしょう。これはですね、棒グラフが低ければ低いほど速いと思っていただいてよくてですね、まあ、ミラーレス、まあ、これは弊社じゃなくてタシさんのミラーレスとか、こちらの方の右側になりますと、まあ、プロ機と言われてる、まあ、どこの何かは皆さんなんか察してくださいみたいな感じですかね。こういうミラーのタイプで今回やりたかったのは、やはりミラーレスの中で一番ではなくて、全部 の, そのカメラの中で一番のスピードというのを目指しました。というところでその世界最速だと、はいはい、そこがポイントですよね、はい、特にミラーレスだから、あるいはその一眼レフだからとかいうカテゴリーを我々の中で作ってるわけではなくて、例えばその AF にしてもその他の項目にしても全部トータルで見てるんですね。カメラとしてのもう世界最速を作ろうというところですね、はいはい、世界最速なんだそうです。そして、まあ、こうやってフォーカスを取るポイントも
増えて、そうですね、あの補助光、まあ、今回、発表させていただいた EP3 も、ライトもミニも次のシリーズは AF の補助光をつけたりですね、あの35点のエリアの数も増やしましたり、その動体追尾というかその、まあ、人物がこう動いてい、くところにどこまでピントが追い続けられるかという性能も、うん、全部、見直しました、うん、まあ、この辺は動画で聞いてくるところですよね。そうですね、動画に対して聞いてくるところですね、はい、その、まあ、ポイントでって捉えるそのポイントも増えたわけですけど、この辺はそのタッチでここみたいなところもできるわけですもんね。あの早いオートフォーカスとそのタッチの操作っていうのがものすごく相性がいいなってこうやってて思いまして、うん、こうタッチでもやっぱりオートフォーカスが遅いとなんかかえって不自然になるんですけど、このぐらいのスタンスでポンといくと新しい撮り方をしていただけるんじゃないかなっていう、新しい何かが生み出せそうなところではありますね、はい、センサーです。はい、はい、これも言いたいところですよね。そうですね、あの、まあ、今回 の、 その、まあ、オートフォーカスとか動画、あのフル HD の動画に合わせて、あのもう一回新しい撮像素子を作りました。最新のセンサーができていると、はい、これまでのものと絵で言うとどうなんですか。どのくらい体感的なところって言いますかね。多分撮っていただければこの、はい、あの絵って撮像とやっぱりエンジンとレンズで決まるものなので、そのどれが全体的に持ち上げて多分絵っていうのは表現されると思うんですけど、あの、まあ、このエンジンとこの撮像の組み合わせではやっぱり、前の製品よりもワンランク上がってると思います。ワンランク、はい、こう体感的な感じで、あ、体感、あ、感覚的なところで言うと していただけると思いますし、暗いところの文字とかですね、まあ、あの、はい、大きくプリントしたものがちょっとありまして、そういったところを見ていただくといいかなと思うんですけど、まあ、B0 ですんでこれだけ の、 その大きい出力のものを作ったとしても作品としてはびくともしないというところではありますね。そしてこの辺はもうあれですかね、じゃあいくつ か、 いくつか、あの例えばファインディテール処理というのがあの E5 で、させていただいたそのフィルターじゃなくて、はい、処理でやるというあの E5 の、そのものを、入れているものですね。でリアルカラーグラデーションというのはどうしてもそのデジタルになって色がですね実際の色と違った色、特にあの緑っぽい花とか海とかなんですけど、そういった色がこう変に転ぶやすい色をより忠実に、色を表現するというところですね。あとはあのアドバンスと SAT というのはちょっと、まあ、長ったらしい言葉なんですけど、逆光の時の人物がその空もしっかり映りますし人物とかもしっかり映るというところが、まあ、大きく見ていただけると分かりやすいところだと思います。フル HD の動画も撮れます。はい、フル HD の動画、まあ、あの弊社では初めてなんですけど、フル HD の動画を、撮ることができます。綺麗なのが撮れてくるというところですね。いや、タッチパネルですと。これはどう、先生どうですか、これ。いやー、これ変わるんじゃないかなっていうところはありますね。確かにカメラってこうするもんじゃないのかっていうところ、ところがこう見ながらここそのままパンシャッターを切る。僕らこう、まあ、カメラマン大きいカメラを昔はフィルムで大型カメラって 4×5 インチでこんなに大きいそのグランドグラスを見ながらこのくらいありますよね。それを見ながらこうかぶり布をかぶってこうやって前からこうピント合わせてシャッターガシャンって切ってたんですね。その時の感覚に近いなって思いました。こうモニターを見ながらここって、はいはいはい、でその大きいそのこんなに大きいその画面を見ながら撮る大型カメラではピントを合わせながらその被写体をなんかこう掴み取ってくるような感覚があったのは確かなんですよ。シャッターを切るときにそれに近いかなって実は僕はちょっと思っていて、撮れるものがなんか変わってくるんじゃないかなっていうのは思いますね。写真の撮り替え新感覚、そうですね、新しい感覚です。で特にあの弊社の場合はあのどのカメラもボディ内手ブレ補正が入ってますので、割とこうやるとブレやすいって言われてるんですけど、そのブレもボディ内で補正できますので、あの本当に面白いぐらい写真の撮り方が、変わる撮り方が一回使っていただければ、はい、ぜひその辺は触っていただいて、でもしその自分 の、 その手元に来るようなことになれば
新しい何かを探れるんじゃないかと、それは探っていただくところかなとは思いますね。これは、まあ、まとめてこう書いていただいたところですかね。まあ、なかなか時間も、はいはい、なくなってまいりまして、はい、じゃあちょっと、まあ、こういうまとめだったということですかね。はい、アートフィルターが進化をしましたと。まだまだアートフィルターもね、はい、やりたいことがいっぱいありまして、はい、で、まあ、今回はこういう提案をさせていただきました。はい、で、ちょっと僕撮らせていただきました。そのアートフィルターこそこのペンなんだろうなっていうふうには思うんですね。でこのフレーム効果っていうのがこう、まあ、足されました。他にもいろんなその効果が足されるわけですけれども、まあ、やっぱりこう今までのこうカメラとは何かが違うものだなっていうのはすごく思うんです。ちょっと後で僕もあの話をさせていただくんですけど、再現っていうものだけをこうカメラって一生懸命やってきたんじゃないかなって思うんですね。再現ってそのカメラ綺麗にものを映す、全く同じように映す、色が正しいように映す、ところがこのペンからは実は表現なんじゃないかな、自分がその思うようにやっていいんじゃないかな、別にその色だとか形だとかそういうふうに自分に見えたんだっていうところでもういいんじゃないかっていうふうに思わせた一つはこのアートフィルターだろうと。でアートフィルターこそだと思うんですけど、ちょっといくつかちょっと見せますね。クロスプロセスって、まあ、フィルム時代からこうある表現ではあるんですけどね、こんな色でもないじゃないですか。こんなもう青いわけですよ。なのにこれでもいいかなという気がしてまいります。これももうだいぶ青いです。色なんかもう全然葉っぱの色じゃないはずですね。でも自分にはこう見えたんだでもいいのがそのペンなんじゃないかなというふうに思います。他のカメラは相変わらずそのカメラってやっぱりこう再現っていうところを探していて、もうどん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 そのいい再現、もちろんそれは必要なんだと思います。でペンに関しては僕は表現だろうというふうにこう考えているところではあります。はい、そんなこんなをちょっと写真家的なところをちょっと言わせていただいた後、アートフィルタープラケットができます。すごいですね。こう確かにそのアートフィルターをそのこう使おうっていうのを頭の中でパッてなかなか思い浮かばない時もありますよ。こう撮ってみて、あらこっちの方がいいかなみたいな時ありますね。そうするとこのアートフィルターブラケットってちょっといいですよね。でこれアートフィルターブラケットと露出のブラケットも合わせてできますよね、きっと。はい、でいて、ホワイトバランスブラケットとかもあったりしますよね。そうですね。何枚1個で撮れるんだみたいな感じになって、メモリー相当ですよね。1個やると、ホワイトバランスブラケット、露出ブラケットって僕なんかやった時に、1枚で64枚撮れてる時があって、もう全然撮影が進まなくて、どうしたんだろうみたいなことありましたけど。今回処理が早くなってます。だいぶ早くなります。お待たせすることもありません。それは言われましたね。僕実はそんな質問を開発の方にこう意地悪く言ったんですけど、いやそんなにお待たせすることないですねっていうことでした。実機でもできるはずですよね。もうできますね。ぜひ、はい、ぜひ見てもらいたいですね。自分が想像してなかった新しい写真との出会いがそこで生まれるかと思います。確かにですね。いや失敗は成功のもとか分かんないですけど、そのあこんなやり方があるのねっていう一つの提案ですよ ね、 そうですね。オリンパスからの提案かなっていうところですね。さあ、まあ、だいぶ この辺は、ね、お話しいただいたところでしょうかね。はい、はい、はこれはちょっとその辺にも並べてあったりします。そうですね。今日私も大型のグリップをつけてみたんですけれども、いくつかこれから、楽しんでいただけるかと思います。ペンライトの頃からもそうだったんですけれども、ユーザーさんがですねやっぱりカスタマイズして針側をしてみたりいろいろこう貼ってみたりということを自分でその楽しんでもらってるんですよね。またそれとそのレンズとの組み合わせで持ちやすい方がいい、それから滑りにくい方がいい、そういったところにもそのフィットしていける、その自分 の、 その先ほどお話しされたその表現っていうところに沿っていく形っていうのを作っていけると思っています。そう、まあ、カメラを作るそのデザイナーとしては、はい、
こういろいろ変わっていくことに関してはどうですか。そのいやもうぜひ楽しんでもらいたいですね。あの皆さんのその馴染む自分に馴染む形っていうところを表現してもらったカメラを見るのはすごく楽しいですね。さあ、この辺で EP3 から、他の今後出てくる2機種に関してもちょっと話を伺ってみたいところです。はい、まだ今回その EP3 で、作った、まあ、大きなところですね、あのオートフォーカス、アートフィルター、エンジンと殺走動画っていうこの、まあ、フラグシップ機を作って、この製品のこの部分をそのライトとミニという、製品にさらに広げるような展開をかけようということで、今回新しいライトと新しいミニのご提案です。こんなことを、はい、あのまあ、あのフラグシップ機なんで EP3 の場合はあの、まあ、写真にこだわっている方に使っていただければなと思いますし、ライトはもっとよりこうアクティブにもっと気軽に撮っていただく方と、あとミニはもう一眼でどうかってその敷居がちょっと、高い方に使っていただけるような製品にということで、作ってきました。こうそんなこうコンセプチュアルな部分だけ考え、こんなだよっていうところから、はい、その谷中さん の, そのデザインチームはじゃあ形にしようっていうふうに起こしていくわけじゃないですか。はい、これどうですかそんなのみたいな。ダメ出しが多いんですよ基本的にダメ出しが多くてですね、苦労しますけれども、でも根っこは同じで、その上質であるというのはどういうことか、それからペン、やっぱりペンの枠を外れては違うものになってしまうんですね。でペンというのはどういうことかというところが現れてきているものであったときにようやくいけるんじゃないかという話が出ますね。その、まあ、ライトという、まあ、今ページ出てますけど、この辺 の, そのデザインに関しては、はい、プロ用のですね、高級キッチンツールみたいなもののそぎ落とされた時に残る機能美っていうものをなるべく表現していきたいというふうに考えていました。こう割とこうなんていうんですかね、何でもこう中央が良かったりするなところあるじゃないですか僕こう実は期待しているのはこのライト、すごく個人的にはあ、そうですね、まあ、思っているところですね。でこれには違 う, う、まあ、異なるそのシャッターユニットが入っていて、まあ、ピース3を、まあ、作っていく中でさらにもっと小型化をしようと、もっと使いやすい形で小型にしようと思いまして、でそのために、新しいシャッターを、これように作りました。その中級機の方がこう連射性能早いって、はい、どういうことなんですかね難しいツッコミなんですけどあの連射性能は早いんですが、そのこう 上位機種の方が、はい、連射早いっていう方が普通じゃないですかね。そのやりたかったのはとにかく EP3 はオートフォーカスを最速にするという、まずの一発目のその最速性能、一発目の最速は EP3 の方が早いですね、はい、でまあ、ライトとミニはもうどんどん取っていただくような形で連射を増やしていったわけなんですけど、その連射の1コマ目は P3 の方が早いです。こうパッとしたこうなんていうんですかね、すぐのそのアクションに関しては EP3 の方が早いです。レスポンスとしては EP3 の方が早いで、ジャガジャガ取っていくんだったらライトの方が早い、はい、どうですか皆さん、それで納得いきますいかないって今首振られましたけどまあそんななことらしいですけど、はい、このユニットが違うっていうのはその味付けの差になるところですか。こっちどっちがこう高かったりとかそんなことではない。そういうものではないんで、いいところを両方出してきた、そのコンセプト通りこういいところを出す2つの、シャッターなんですけど、PM1 の方はこれは同じシャッターを使っている、はい、ということですね。はいはい、可動式の LCD がついていたり、はい、とデザイン的なものがちょっと違っていたり、はい、というところでいいんですかね。特に PL3、PM1 は非常に小型化されてますので、持ち運びなどには、ね、非常に有利かと思います。
いやこうギリギリな話でしょ、 P3 でも。それなのにもっとちっちゃくできるって、うん、相当なご苦労が。やっぱりそれはそうですね、そのあるよく言われてるんですけど、体積ってやっぱり 25% こう小さくなると、お小さくなったっていうふうに初めて思っていただけるんですけど、今回はそこを超えようと思って、より持ち運んでいただくためにおっというところまで突き詰めています。どのくらい、その言われた 25% 小さいってことですか、ま、前の製品に対して 25% 小さくするとあるこう衝撃がこう PL1、PL2 あたりから比べると25% 小さいということだそうですね。はい、じゃあ今度はミニですね、はい、さらに小さいんですかね。そうですね、あのカメラのデザインがあった時のその最小単位というものをまず考えてみようと、そのカメラを作った上で必要なものをこうどこに表現するかっていうのを考えました。これはそのまあボタンの数とかもまあ極力減らして、でじゃあ使いづらいかというとそうではなくて、 GUI とかを全部こう見直しまして、その分かりやすい GUI を作って、その代わりボタンがこうモードダイヤルとかないんですけど、背面のモニターでコントロールしていくんですもんね、はいはい、そういう新しいグラフィックを作ってみた。いやそれってこうなかなか馴染めるかどうかちょっとこうですよね。で僕もそんな中こうどうですかねっていうことを言われたんですけど、いや銀行でお金を下ろすのもみんなできるんだからできますよみたいなそんなことを言ったんだったんですけど ね、はい、ね、うん、こんなカラフルな色 で、 あ、そうですね、この6色を選ぶのに結構大中が苦労してましてどうですかそのご苦労に関して。あのカメラのデザインもそうなんですけど、その最小単位というところで一番簡単そうに見えて、で使ってみるともうまさに一眼画質、そしてあのすごく楽しく使えて、さらになんかこう自分の思いが込められるってものになっている時に、それがただ、ま、あの自分の使いたい色でなかったりっていうところは、ま、やっぱりその敷居になってしまうと考えたんですね。で少しそのやっぱりもう一歩踏み出すために自分なりの色をセレクトするっていうところの楽しさを持ってもらおうと思って、この6色も作ってしまったという。そうですね、今日もまあ、あの首からカメラを下げてきていただいている方も多くありますと。でそんな中で、まあ、ファッションアイテムとしてもご活用いただけるようなっていうところですかね、はい、さあこれ全体的な話になりますかね。今回第3世代という形でペンと、はい、まあ、ライトとミニで、レンズも、大口径の単焦点レンズ2本でストロボとっていうところを軸に、それでもやっぱり変わっちゃいけないところと、変わることという形で第3世代を作ってきました。はい、はい、アクセサリーいろいろ出てきました。この辺もあれですか、豊中さんもちょっと、はい、はい、意見を一緒に交換させてもらってます。カメラと合う、それから自分の気持ちと合うっていうのはどういったものがあるのかな、それから馴染むっていうところはどういったところがあるのかなっていう切り口で見させてもらってます。これですよね、これ新しいと思うんですけど ね、 ねせっかくグリップが交換できるんであれば、はいはい、まあ、確かにあの持ちやすいグリップっていう形状の変化もあるんですけど、色合いの変化とか質感の変化で、あの自分の、まあ、お持ちになっていただいているペンを飾っていただきたり、あのレンズもですね、あのレンズキャップもいくつか揃えさせていただいて、またちょっとこうデコレーションできるようなレンズキャップも、うんうん、同時に、まあ、好きにやってくださいな感じですかそれでまたあのさらにカメラや写真に入れ込めるというか好きになれると思うんですよね。そうするといつ も、 持っていただけるかなって、うん、普段持ち歩いていただいて、さらに写真を、まあ、広げていただいてっていうようなところですかね、はい、そして水中もご紹介を ありがとうございます。すいません、こんなあの新しいプロテクターができておりますと。光るんですかね。おこういうのものも用意されているようです、はい、水中でお使いいただく方もで、割と先ほどお値段を伺ったらフレンドリーなお値段でした。で、この辺にご興味があられる方はあそこの
皆さんから聞きますと右手のコーナーですかね、今手を挙げていただいております。そこで伺ってみてください。はい、はい、こんな、いろんな話をちょっと伺ってきたんですが、今回 そのこの対談で そのタイトルって言いますかね、未来、もうさらにまたあの新製品が出たタイミングなのにまた、何かこう期待をしてみようっていうところでは、いろいろこの EP3 また、2つの新しい今後出てくる機種に関しても、まあ、いろんなトライをされた上で、いろいろやった中でまだまだ多分余力がある中で多分カメラって出来上がってんじゃないかなって思うんですね。で、いろいろトライしました。世界一のオートフォーカスを作るためにはどうだと、シャッターいろいろ作ってみたり、またデザインもいろんなデザインを試されてこられたんだと思います。で、何かちょっと見えているとすれば、今後また何かみたいなところってどうですか？ちょっと難しい質問なんですけども、はい、あの今回の、まあ、第3世代のペンというのは、まあまあ、戦略とか企画やってる私たちの立場で言うと、今回の第3世代作りたかったのは100年のペンを目指してっていうことを僕やりたくて、あの、まあ、50年前にペンが最初に出て、P1、P2 という形で、それをデジタルにして、で一旦それを P1、P2 でライトを作って一旦全部壊して、で次 のこれから先50年に対して、もう一回100年のペンを目指してという形で、開発とか社内のベクトルを合わせてきて作ってきた。そのために何が必要なのかという作り方で、今回作ってまいりました。で、この先その50年のペンで、皆さんにご愛用していただくために、やはりあの大きな方向ですと、その人間の、僕にとっては人間の瞳だと思います。その人間の瞳 そのダイナミックレンジであったり、オートフォーカスの速さであったり、それはただ、ね、技術だけではなくて、その記憶までも全部表現できる道具として、その次の50年を作っていきたいなという、その一歩目というつもりで今回、戦略企画してまいりました。オートフォーカスはやったぞと、はい、次はダイナミックレンジ。あ、ダイナミックレンジだった。人間の目のより、オートフォーカスも人間の、まあ、スピードにはかなってないですし、そこには意識もありますし、ダイナミックレンジもそうですし、スピードもそうですし、まだあのより皆さんに、ああ僕が撮りたかった写真はこれなんだって感じていただけるようなカメラに作り上げていくのがこの先かなと思ってます。というようなところを皆さん期待をしていただいて、もちろんその新しい最新のものが、今日は用意されてますので、もちろん触っていただいて、この、まあ、今後もですね、ペンのファンでいていただくと、今、杉田さんが話をされたようなことがどん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 その実現化をされていくんじゃないかというところで期待を持っていただいてでいいですかね。で、谷中さんは、もっともっとこんなこともやりたい、あんなこともやりたいって言われたやつをなんかこう綺麗にうまくまとめてデザインをしていただくっていうところで、まあこれだけもう支持をされている形なので、そのタイムレスっていうんですかね、あまりこう大きく変わらないところもあり、変わるところもありっていうようなところで、うまくまとめて形を、皆さんのこう好きな形を見せていっていただくところっていうところでしょうかね。はい、語り足りました。ありがとうございます。いろいろこう、まあ、新しいものを紹介していただきました。また今後の期待っていうところも話をしていただいて、まあ、期待をいろいろ持っていただいてですね、また触っていただいてっていうところで、この3人での対談終わらせていただこうかと思います。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。斉藤さん、杉田さん、田中さん、ありがとうございました。皆さん、今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。あの皆さん、いっぱい触ってってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では以上で、デジタルペン2年の歩みと未来を終了させていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。それではここで、また私の方から、7月4日リリースとなります iPhone 用のカメラアプリペンピックについてご紹介させていただきます。合わせて映像もご覧ください。この iPhone アプリペンピックは、面白法人カヤックさんが制作したカメラアプリです。
このカメラアプリペンピックをなぜこの体感フェアでご紹介するのかといいますと、ペンピックにはなんとオリンパスペンと同じアートフィルターが搭載されているんです。そのアートフィルターの監修をこの度オリンパスが行っているんです。それではペンピックがどのようなアプリなのか簡単にご説明いたします。ペンピックの特徴その1は、何といってもオリンパスペンでおなじみのアートフィルターが体験できるということです。アートフィルターは全部で9種類搭載されておりまして、これらのフィルターを使って以前に撮影した写真も、そして今撮影した写真も簡単に加工することができますので、通常の写真では表現できないようなアートな写真を楽しむことができます。ペンピックの特徴そしてその2は、撮影した写真を街中に自由に置いたり、また他の人が落とした写真を偶発的に拾ったりして楽しむことができるんです。 iPhone の GPS 機能を利用いたしまして、自分が撮影した写真や保存していた写真を好きな場所に落としたり、また街中を移動中に別の人が撮影した写真を拾えたりすることができるんです。写真をシェアしてさまざまな人とコミュニケーションを取ることができます。ツイッターやフェイスブックへの投稿も可能です。冒頭にも触れましたが、このカメラアプリペンピックは面白法人カヤックさんが制作しています。ではここでカヤックさんについて簡単にご紹介いたします。カヤックさんは新しい技術と面白いサービスを次々にリリースしている会社です。声を使ったサイト声部や、番号なしで電話できるアプリリーンゴ、仲間でグループを作って位置を共有するアプリの仲マップ、またすれ違いによる新たな出会いを演出するエンカウントミーなど、 SNS サイトやスマートフォンアプリなど新しいソーシャルコミュニケーションの形を世に提案しています。このようにペンピックはユニークな会社であるカヤックさんが作った、カメラアプリですから、ペンピックが写真を介した新しいコミュニケーションスタイルとなるかもしれませんね。このペンピック7月上旬よりアップストア、もしくはご覧の URL www.penpick.com よりダウンロードすることが可能です。 iPhone ユーザーの方でデジカメを持っていないときは、ぜひこのペンピックをカメラアプリとしてご使用ください。またペンを持っていないご友人にもこのアプリを紹介して、アートフィルターの楽しみ方をぜひ教えてあげていただきたいと思います。また iPhone ユーザーでないご友人にもこのアプリの写真をメールで送って自慢してみましょう。そして皆さんがペンピックで撮影した写真を落として、街をアートフィルター画像で埋め尽くしていただきたいと思います。本日はこのペンピックのデモンストレーションを皆さん右手後方の体験コーナーで実際に行っておりますので、リリース前のテストアプリもお楽しみいただけます。ぜひこの機会にお立ち寄りいただきたいと思います。はい、こちらのステージ参加パスはお近くのスタッフが回収しておりますので、ご協力のほどお願い申し上げます。それでは引き続きこちら新製品体感フェアオリンパスフォトフェスタ2011会場内、ごゆっくりお楽しみいただきたいと思います。ありがとうございました。昨日の私、今日の私、明日の私、私は昨日の私、今日の私、明日の私、私は毎日変わっていく。でも本当の私はずっと変わらない。変わらないこと、変わること。ペン第三世代登場、オリンパス。昨日の私、今日の私、明日の私、私は毎日変わっていく。でも本当の私はずっと変わらない。変わらないこと、変わること。
ペン第三世代登場、オリンパス。